おーマッシブでかっこいいやっぱりこの機体的にも、もういかにもこう、第一で戦うモビルスーツって感じがしますね。こう3点でガッチリ座って、もうしっかりこのキャノンを打つ。こういうポーズができるわけですね。ガンキャノン。いやー、これと並べるとたまんないですね。ボタファの,の。スニーブクラを崩せ。 どうもご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日組むキットは、これだリボン100、100分の1スケール、ガンキャノンディテクター、ゼータ、モビルスーツバリエーションバージョンだあ <laughs> ー、全国のガンガ野郎集結せよ今日はね、これを僕と一緒に組みましょうどうぞ最後まで見てください この動画を投稿している今、もう夏休み、真っ只中といったシーズンになっています。まあ夏休みといえばね、こうゆっくりじっくり何か組むっていうのがいいんじゃないかなと。積みプラを持ってきました。さあ、このキットは、あ、何なのかというと、今から3年ぐらい前に、プレミアムバンダイで,で発売されたものになります。通常バ,バージョンはネイビーカラーのね、ユニコーンバージョンのやつなんだけど、これはゼータの MSV のやつですね。そう、やっぱガンキャノンといえば赤。 で赤色の機体なんですね。こんな感じとなっています。オッけーろ。あっけーろ。じゃーん。マニュアルは、これ専用のものが入っています。で、プラス通常版が入っているという感じですね。本当はこのカラーですね。で、この MSV のやつは、まあ赤いキットになっていると。外装と武装の一部がちょっと違ってるんですね。こんな感じです。よ、あの、余談なんだけど、僕は、 この機体は、あの SD で知ってるんですね。ちっちゃい頃になんか見たことがあるんだよなランナーのカラーはクリアグリーン。それからセンサーの一部に貼る、えー、シール。でね、機体の赤い色ですね。こんな感じになっています。どんどん見ていきましょう。赤。それからグレー。で、ポリキャップはね、リボンワンハドレートは主に3種類入ってるんですね。これがね、非常にサクサクと組みやすくていいんですね。ブラック。それから、 え、これも、レッドに、え、グレー。そして、最後が、グレーですね。あ、水転写式のデカールもちゃんと入っていますね。まあ、今回は僕はパチ組みでいきたいなと思います。8割ぐらい組み立てると、こうなります。おー、できました。やっぱね、リボン100、組みやすくていいね。付属品は、 えー、ディスプレイスタンドに取り付けるためのアタッチメントパーツ、それからビームライフル。この造形があ通常のネイビーカラーのやつと比べて、えー、ちょっと造形が変わっています。実際のところそっちバージョンを僕持ってないから細かくは説明できないんだけどパーツがここら辺にありましたね。ここら辺がちょっと変わっているという感じです。ここのグリーンの中にさっきのホイールシールを貼ったという感じになってますね。このライフルの造形もすごいかっこいいです。 さあ、それではね、組んでいきましょう。まずは足から。部分的にね、ちょっとずつ商品の仕様なんかを解説していきます。ラバーパーツがね、ここに使用されています。で、ネイビーのやつと、通常版のやつね、通常版のやつとの違いっていうのも、ところどころで解説していきます、まあ。わずかな違いなんだよね。わずかな違いもちゃんと再現しているという感じですね。 でね、結構マッシブな機体なんだけど、足回り実はめちゃくちゃ動いたりとかします。つま先ここまで稼働します。これはね、とあるギミックがあるんだよね。それもね、組んだ後ね、紹介します。さあ、そしたら、今度は腰回りですね。ここにね、ギミックがあるんですね。これね、後で紹介します。こんな感じ。 僕、あれなんだよな。もともとガンキャノンがすごい好きだから、うん、この派生型であるこのディテクターもね、うん、好きですね。僕個人的には、やっぱガンキャノンは赤くなきゃなっていうのがすごいあって <laughs>。で、ネイビーと、うん、赤。どっちかって言ったらこっちの方が良、うん、かったから、こっちを買ったという感じですね。通常のやつは、ここ,こ,こが4個なんですね。このグレネードが。ちょっと、ね、一回り小さくなって5つ、えー、装備されている。 とというところが変更点ですねそれからボディ、こんな感じです。このパーツを取り付けると。まあ、本当に大きいハイグレードという感じ。なんだけどね、色分けとかもあの結構、ね、細かくていいなと思いますね。こんな感じ。で、これが肩に取り付けるシールドですね。アーマー。ここも特徴的です。こんな感じでね、フレームに取り付ける。 という感じです。こんな感じ。パッと見てわ、えー、かる通り結構ごついんでね、ごつい機体です。こっちはね、このキャノンがついてるという感じです。さあ、そしたらあ、今度はね、バックパック。これね、造形が特徴的です。このシリンダーフレームがね、ここにあります。こういう感じですね。センサーのこのシール。 せっかく中に造形があったからね、この中だけシルバーで塗装し、クリアはそのままにしました。このグリーンのシール貼るのちょっともったいないなと思ったんだよね。お後ろ姿もかなりボリューミー。さあ、そして最後が頭部になります。頭部も造形が変更されているんだよね。これもね、現物ないとちょっと分かりづらいんだけど、まあ、そのネイビーのやつとね、仕様が変わっています。 これも中をシルバーで塗装しクリアパーツをそのまま生かしたという感じですねこのアンテナが細いんでねいじるとき結構気をつけたいです最後に頭部を取り付ければ組み立て完了ガンキャノンディテクターだ <laughs> おーマッシブでかっこいいいい いいですね。ちょっと早速手で持ってみましょう。マスターグレードと違ってフレームはないので、だからその分軽いという感じですね。本当に大きくしたハイグレードといった感じですが、が、やっぱり見栄えがすごくいいですね。大きいので存在感があります。 全体のプロポーションはこんな感じですね。やっぱりこの機体的にも、もういかにもこう、大地で戦うモビルスーツって感じがしますね。こう、どしっと、何ちゃうかな、こう、どしっと構えて、もうこう、しっかり打つみたいなあ、そういう感じがしますね。横。結構ね、出るところは出てるんですよね。全体的に改めてボリューミーだなと思います。このバックパックのデザインもすごいかっこいいんだよね。 で結構こう何て言うのかなボディのバランス的にこれモビルスーツバリエーションのゼータの頃なんでなんかちょっとどこかこうメタスのようなプロポーションだなという印象を僕は受けました早速近くでじっくり見ていこうまずは上半身ですねやっぱりねパッと見てガンキャノンかって言われると記号としてはもうこのキャノンしかああガンキャノンっぽいなっていうところあんまな,いなかったりするんだよねうんなんだけど いやー、上半身だけ見てもかっこいいですね。このキャノンの部分非常に存在感があります。頭部の造形も非常に特徴的です。バイザータイプとなっていて、このクリアパーツの中は、このメカニックのモールドにモノアイっぽいやつがあるんだよね。中央部分モノアイっぽくなってて、それがね、このクリアパーツ越しに見えるんだよね。それがすごく綺麗です。こんな感じですね。 胸部ののデザインはここんな感じ。割ととウエストのところがキュッとしていますね。腕極端に二の腕が細いデザインになってますねそれから腰回りここら辺もすごく特徴がありますさっきあの説明したグレネードがここのアーマーにあってこれも結構張り出しています で、えー、ここにはね、ギミックがあって。で、シリンダーのね、フレームなんかが、こう見えます。ここら辺がね、可変フレームになってるんで、面白いです。あとでね、説明します。それから、えー、太ましい足。ここら辺、こう、ガンキャノンっぽいかな。あだから、そうだね、よーく見ると確かにガンキャノンの面影はあるという感じか。<laughs> うん、さらに赤いしね。うん。なんか、ここら辺の腰回りがメタスっぽいなと、僕はね、感じましたね。それから、角。 頭部はね、そんなに大きく動かないです。ちょっと襟元で干渉するかなという感じです。それから肩。ちょっとわかりやすいようにこれ取ろう。いけ取ります。こういう感じでね、動きます。で、ここで、このように上に上げることができる、引き出し関節がある。で、えー、ここの部分でね、ロール。で、肘が曲がります。で、設定的に関節がここまでしかないから、動かないのかなと思いきや、ここに、 引き出し指揮関節があるんですね。これによりもうちょっと稼働するというね。よく考えられています。あとはここのアーマーもちょっとだけ稼働します。手首は握り拳兼武器持ち手という、まあリボン100おなじみの一つのやつですね。スカートの部分がこのように軸と稼働によりぐるぐる回ったり動,き動いたりします。で、多少ね干渉、干渉するから横にはあまり大きく開かないかな。前。これからね、かなり動く。それから後ろ。 干渉するものが何もないです。膝めっちゃ大きく稼働します。ここまで動くんだよね。こんな感じ。で、さらにつま先。つま先ここまで動く。で、かかと。めちゃくちゃ動きます。あとは内側、外側。といった感じですね。肩アーマーについているキャノンも少し稼働します。それからバックパックのキャノンはボールジョイント接続になっています。まあ、かなり柔軟に稼働しますね。 あとはちょっと外側にも開くことができます。掃除でいじってると結構緩いなと感じるところがあるんですね。足回りとかもそうかな。結構ここら辺が緩いかなと思いました。各自調整が必要かなと思いましたね。腰回りもちょっと緩いです。じゃんビームライフルを手で持たせるとこんな感じ。まあ掃除で可動に関してはそんなにぐりぐり動かないけど逆に言うとそんな 例えば、シードみたいにめちゃくちゃ動く必要がない機体なのかなって僕は思うんですね。こう、大地に、こう、がっしり、こうね、しっかり根を張って立たせるとか、荒れたボコボコの大地をしっかり前に、あの、進めるとか、ちゃんと構えられるとかね、そういったところが大事な機体なんじゃないかなと思いましたね。各部を動かして、アクションこのように手も足も大きく開いて、かっこいいポーズを取らせることができます。いやー、みんなごめん。やっちゃったよー。<laughs> ちょっとね、撮影中断ね。やっちゃったよ。<laughs> ちょっと違和感に気づいた人いるでしょうかこの外装のパーツ。これないんですね。なんでかっていうとね、今、一通り説明して、かっこいいポーズを取らせようと思っていろいろいじってたら、こう腕回り、さっきの関節、これ引っ張ったら、<laughs> ここが、わかるかなスポッて抜けて、この外装のパーツごと、バンって飛んでったのね。 で、すごい探したんだよで。探したんだけど、本当に出てこなかったんです。妖怪パーツ隠しに会いました。<laughs> この動画を見てるあなたは、そうやって、なんか組んでる途中とか、あれみたいなパーツいきなりなくなるときとかありますか <laughs> これ以降は、多分この腕のパーツないから。<laughs> 気にしないでください。いやー、ちょっと萎える。思った以上にスポッていきましたね。まあ、いじるとき気をつけてください。 さあ、今日取り直して、<laughs> ギミック紹介しましょう。これね、足がすごく動くんですね。このキャノンを構えると、こういうポーズが取らせられるんですね。で、プラス、この機体の設定として、ここが稼働するんですね。まずやり方としては、このシリンダーですね。ここが、このようにね、ロックが外れて、こういう風になります。ここがね、一瞬フリーになります。そしたら、えー、ここの部分がね、開き、 で、ここはね、シリン、あの、フレームになってるわけですね。ウィーンって、こうやって伸びる。で、さらに、ここの前方の部分も引っ張ると、こうやってね、伸びるんですね。で、要するにね、これが空、あの、椅子みたいになるわけですね。椅子に座って、えー、打つ。もしくは、これが足として、だから3点で、こう、がっちり座るみたいな。こんな感じですね。 アクションここ、あの、ここがもう設置してるから、さっき言ったようにね、こう3点でガッチリ座って、もうしっかりこのキャノンを打つ。こういうポーズができるわけですね。さらに、両足を前に出すことによって、だから、これが椅子になってるような感じですね。あの、今までの、 他のモビルスーツと違う運用方法で面白いよね。こ,こ、ここの椅子に座って、もう,もう確実に撃つみたいなああ。こういうポーズも撮らせることができる。こういう設定通りに、あの、いじれるところがいいですね。さあ、そしたら最後は比較いきましょう。ロボット魂。そしてマスターグレードのガンダムと一緒に並べるとこんな感じですね。スケール的にはここと同じなんだけども、ガンダムよりも一回り大きい。 そして、やっぱり比較なんて言ってもこれでしょう。えー、同じ100分の1スケール。これはマスターグレードですね。ガンキャノン。いやー、これで並べるとたまんないですね。こっちをレビューしといて言うのはなんなんだけど、この20年以上前に発売された、このマスターグレードガンキャノンの出来がめちゃくちゃいいんですね。両方並べてもちろんいいし、あ、 この機体がこうやって進化していくんだなっていうのがね、こう見れて、うん、とても嬉しいですね。こう見るとやっぱり共通している記号はところどころあれど、やっぱ別物だなという感じがしますね。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のリボン100ガンキャノンディテクター、ゼータモビルスーツバリエーションバージョンのレビューいかがだったでしょうか通常版のネイビーカラーのやつと一部、仕様が異なります。 あ、で、武装は、これにも持たせられるんだけども、マスターグレードのネモ、ユニコーンバージョンのやつですね。そっちの方に持たせられるというロングレンジキャノン。それが付いてないんだよね。といった感じですね。組んだ感想としては、結構股関節を中心に、ポリキャップ、このリボン100のポリキャップで一部緩いところがあるなと感じました。 まあだからマスターグレードよりは結構簡易的なんだけど。だけど、このね、まあマニアックな期待が出る。まあそんなところもまたリボンワンハードレットの魅力なんで、もし機会があればね、ぜひ組んでみてもらいたいなと思います。まあこれはプレ版限定なんで、まあ通常のネイビーカラーももちろんいいなと思いますね。改めてあなたは、妖怪パーツ隠しに会ったことありますか <laughs> あのね、本当に耐えるなと思いましたね。でね、不思議と。不思議と。 後,後日普通にね、掃除してたりとか、何気ない時に、おーって出てくんだよね。<laughs> まあ、とにもかくにもね、まあ、ちょっとハプニングがあったんだけど、まあ、改めて楽しんでもらえたら、本当にいい嬉しく思います。まあ、僕は掃除で大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。おー、てばーパーツなくしてんじゃないよとか。<laughs> あー、俺もこんなようなことあるよとかね。 全然よく詳しく分からないけど。あ、このモビルスーツすごい気に入ったとかね。などなど。あ、僕は今夏休み日中でこんなの組んでるよとかね。どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。くれぐれも妖怪パーツ隠しには気をつけてね。<laughs> それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでしたまたねー ガアの「ミッションを繰り出せよ」「変形が赤い」「憧れてた夢のトランスフォロー」「わかの君つきん